美女で高学歴というスペックを持ちながら、45万人の YouTuber という異色の才能を持つ美女は、高校生の時にうつ病とアスペルガー症候群だと診断され、友達もほとんどいないという辛い過去を持っていました。本日ご紹介するのは池ちゃんさん。色白ボディのいいカップ、1997年生まれの26歳。池ちゃんさんは2019年9月 YouTube チャンネルぼっち女子大生池ちゃんをスタート。日常を収めた動画は評判を呼び、約1年でチャンネル登録者数20万人を突破するなど話題を呼びました。しかし学生時代から友達がおらず、全く周りに馴染めなかったとのこと。めっちゃ陰キャでした。小学校の頃は目立たないよう教室の隅で絵を描いていて、中学高校時代は保健室登校しながらひっそり生きるみたいな友達は全然少なかったです。一日誰とも口を聞かないなんてザラで、10代の時に病院の精神科に連れて行かれて、そうしたらうつ病とアスペルガー症候群だと診断されました。とのこと。美女で素晴らしいお胸もあって、肌は綺麗な色白というまさに秋田美人の池ちゃんさんですが、苦労されていたんですね。美女ほど結構苦労した過去を持っている人が多いと思うんですが、皆さんはどう思いますか？池ちゃんさんはその後一時学問の世界で研究者の道を志しますが、途中で挫折、様々なアルバイトもうまくいかず、唯一うまくいったライブ配信のキャリアを歩み始めます。その後大学生の時にインターン先での仕事中にライブ配信をしたことで炎上。それがきっかけでフォロワーが増え、2019年に YouTube チャンネルも始められたようです。ちなみに YouTube ではぼっち行動を中心に温泉やピクニックなど Vlog 動画が多く見ることができます。色白巨乳の温泉動画は見ていると時間を忘れて夢中になってしまいますね。現在は大学を卒業され、2023年1月にグラビアデビュー。 YouTube 以外にもキャリアを広げられているとのこと。グラビアでは色白の池ちゃんの素晴らしいボディを見ることができますよ。これからも池ちゃんさんの活躍に期待しましょう。